岡本っていうのと、見えますか？はい、ごめんなさい。今日はね、基本的に、いろんな書き込みの、もう見れるような形でね、質問を答えていきたいと思っています。はい。皆さん、ズーチャンネルご覧の皆様、こんばんは。田川寛太でございます。今日はですね、ちょっと画面が、もうよりよりで、金蔵さんとツーショットという形なんですけども、はいはい、桜金蔵さんでございます、はい。よろしくお願いします。今日は何するのかという話なんですけど、真面目にやりましょう。真面目にやりましょう。本来ね、今日は真面目にやるぞ。お、そうですか。はい。でも今日政治ネタじゃないですよ、うん。そういうのが真面目とは限らないからね。なるほどなるほど。はい、今日はですね、うん、ちょっとオカルトについて語ってみたいなと。うん、岡本ってやつはよく言うけどね。岡本利権ゴムとかね、岡本っていうのあるんだけど。岡本じゃないの、岡本の話しても分かんないだろ君ら。いや、ちょっと待って、岡本の話じゃないんだよ、ね、オカルト。さっき真面目にやるよって言ってるじゃないですか。本当に、うん、真面目だとか、はい、いただきましたとかね、いろいろ書かれてるんですけど、岡本じゃない、岡本元気か、岡本お前だぞ。岡本の話じゃないんだよね。違いました。オカルト、いやいや、君の、18番じゃない。一番得意分野で。まあ得意分野っていうか。いきなりジョーカー出しちゃって。いや、もう今日はもう、今日はですね。いきなりジョーカー出しちゃったな。この後は、ね、うん、来週のチケットです、ね。戦争ゲームだったら負けるぞ、それ。いやいや、金子さん、オカルトって書いただけでですね、うん。カードゲームだったら負けちゃうぞ。なんともう来場者が100人超えました。うん、好きなんだな。好きなんですよ。あんたも好きね。うん、というちょっとだけよ。ね、戦争ゲームって笑ってますけどね。うんうんうん、で、なんでオカルトでしょうかと思ったんですけど、うんうん、最近その、予言とかね、うん、あんなんがものすごい盛り上がってて、それに付随してですね、うん、UFO だ、うん、なんだってものすごく、ちょっと前にさ、はい、マヤの予言っていうのが、はい、ありました。2012年で世界は終わるやつ。うん。そうです。滅びないね。でもね、日本はもうやばいよ。やっぱりその、あまりね、言いたくないけど、はい、山本太郎みたいになっちゃうから、言いたくないけど、やっぱり放射能問題だな。ああ、やっぱりそうですかね。だって今、オリンピック招致だって、ね、外国の人がみんな言ってんだから、あ、実際に聞いた。大丈夫、大丈夫って言ってるのね。安倍君だろ。大丈夫、大丈夫って言うの。外国の人がみんな、やばいって言ってんだから。チェルノブイリの人が日本来て、うちよりひどいって言ったんだから。ちょっと待ってください。今日、オカルトの話ですから。山本太郎ですよ、そういうふうに言ってるのは。私偉いですよ。山本太郎さん。あとね、誰とは言わないけど、水産関係の人がね、あと3年ぐらいで、東京湾はアウトだろうって言ってるね。東京湾ってね、大変な市場なんだよ。魚をね、やめろ、冗談はやめろというぐらい取れるんだよ。あ、そうなんですか。東京湾は。それが全部アウトになるとすればだよ。それこそ、もう、この世の終わりじゃないけど、日本はもうぶちぶち終わりだな。だから今日は、基本的に、心霊じゃない、怖い話じゃないかって今あったんですけど。原発問題だって、原発問題だって、うんうん、当初から、地下水に紛れ込んだらアウトだっていうことは言ってたんだよ。言ってましたね、学者たちが。教えてやろうか、地下水に紛れ込んでんだよ、もう。まあ、賢い君たちは知ってると思うけどね。うん、まあ、山本太郎君に言われなくても、ね、みんな分かってると思うけど、地下水に紛れ込んだら、東京湾に流れ込むのは時間の問題だと。で、大体3年ぐらいって言ってたんだよね。なるほどね。それで、まあ、魚の方に汚染が行って、はい、まあ、東京湾の魚がアウトになると、これはお金に換算したら天文学的な感じで、あちこちでダメージ食うんだな。なるほど、ね。そうなんだな。みんな麻痺してるねって書いてありましたね、原発に関して。麻痺してる？うん、今見たら。俺も左半身麻痺してるぞ。俺もね、麻痺してるぞ。うん、
マヒマヒ。知ってるか、ハワイではね、シイラのことマヒマヒって言うんだぞ。バターで炒めて食うとうまいんだ。シイラね。マヒマヒ。マヒマヒと思うことしてないぞ。俺はマヒだからな。マヒマヒだと右半身もマヒになっちゃうだろ。うん、ですね。はい、それで岡本じゃねえ。いや、岡本のね、話を。金蔵さんの見解って結構僕今まで聞いてきてるんですけど。うん、俺は結構勉強してるからね。そうです。これは真面目な話。僕らは真面目な話なんですけど。うん、それぞれの、うん、あの、ジャンルでちょっといろいろ聞いてみたいな。いいと思うね。たまには真面目にな。今、うん、世界中で、うん、UFO がね、うん、いろんなとこでウロウロしてます。あの、ほら、なんだっけ、エリア。エリア51。あれをアメリカ政府が認めたからな。認めましたね。ついに認めたな。ついに認めましたね、あれ。今までないって言ってたんだからな。で、なんか、あの、これ、音割れがどの頃って言ってんで、ちょっと音調整してあげて。あの、隕石がね、こう、トレーシャーがバーンとなんか、撃ち落とした。それ UFO じゃねえかって。だってさ、隕石があの、あの映像を見ると、うん、UFO が映ってるじゃないか。それが撃ち落としたっていう噂もある。はあ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 。心臓弾的には UFO ってどう？俺は UFO 見てるからな、この目で。あれ？しかも東伏見で見たぞ。東伏見。まあ正確に西東京市だな、今風に言えばな。はいはい。うん。UFO 見たんですか？見たよ。どんな形してたんですか？これはね、本当に今思い出してもね、不思議なんだけどね。はい、冬だったな。ほう。冬。で、場所はね、東伏見。西武新宿線だ。はいはいはい。東伏見、はい、そこからその東伏見の駅からね、はい、新青梅街道に向かって歩いてたんだな俺は、はい、夕方だな、はい、そしたらね前方の方でねあの人が溜まってるんだよ。それ以上先行かないんだな、はい、でみんな空を見てんだな、はい、どうでも空を見たらねいたんだわそこにな。 UFO が丸っきりボールみたいだよ。まん丸へー丸っきり球だなボールだな。それがねあの赤いものと、オレンジのものと、三つこう浮かんでるんだな。ほう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 。それが、色は赤とオレンジだな。それがね、赤赤オレンジになったり、オレンジ赤オレンジになったり、こう、変化してるわけだな。それをみんなこうじっと見てるわけだ。はいはい。で、まあ夕方だから、まあ OL とかサラリーマンとか、いろんな人がこう、その先行きたいんだけど見ちゃってるわけだな。はい。それで俺も見てたんだけど、うん、あの、UFO だって人はいないね。へぇー。つまり、UFO じゃないというところから発想してるわけだね。うん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 、で、あれは何でしょうかねなんてサラリーマン風情が言ってるわけだ。あ、じゃあ周りの人もみんな見てる？見てる見てる。まあ、さんだけじゃ人数にして2、30人見たかな。へぇー。そしたら、何でしょうねなんて言ってすっとぼけてるんだな、うん。とにかく UFO だって人は非常にいない。飛行船ですかねとかね、うんうん、飛行機じゃありませんねと、うん、とにかく止まってるし音が一切しないから、はいはい、なんか飛行船みたいなもんですかねなんて、うん、それにつけてもずっと止まってるからね、うん、で言うだけは変わるんだよパッパッパッパ。それで、うん、そのうち誰かが時計を見て何時何分ですねなんて言ってんだよ、うんうん、特攻隊みたいな時計を合わせましょうじゃないけど、うんうんうんそうです。何時何分合ってますね、うん。いや、もしね、これね、後々警察だったなんかになった時にね、うん、何時何分って言ってた方がいいからとか言っちゃって。冷静ですね。冷静な人もいるんですけど、そのうちね、ぐっとこっちに向かってぐっと動いたんだよ。そしたら俺がさ、なんかもう脇汗がどっと出て、そしたらぐっと動いて、ぐーんってこっち来て、元に戻ったんだけど、ぐーんってこっち来た時みんなうわーって言って、自転車にこうまたいだままこう見てた人がいたんだけど、うん、おばちゃんなんだけど、うん、倒れちゃったもんな。かっこよってくるもんだから。ってそれでまた元に戻ったんだけど、わーって言った瞬間、自転車のおばちゃん倒れちゃったもんな。いや、大事件じゃないですか。大事件だ。それで、そのまままた定位置に戻ったと思ったら、クッと動いたと思ったら、シューンっていなくなっちゃったな。それ、いつごろなんですか。それでも、UFO だという人は一人もいなかった。あ、それでも。俺がなんで俺が、今ね、UFO を見たと俺が言っただろ、うん、なんで俺が UFO だと思ったかというと、はい、日にちが変わって次の日の夕方、うん、俺があの千歳船橋のラーメン屋、うん、コウキっていうね、まずいんだこのラーメンが
なんでこんなにまずいかなと思うぐらいまずいんだ。一回チャーハン食ってて、あれ肉にしておかしいなと思ったら雑巾の切れ端だったんだ。すごいラーメン屋があって。もしあったらどうするんですか、まだ。雑巾があったらもう営業停止だなんて。そう言ってたら、そこで俺はまずい、世にもまずいラーメンを食いながら、まあ、店のテレビ見てたんだ。そしたら夕方のワイドショーで、UFO 出現って。まあ、俺が見た東伏見の近くにな、ひばりが丘団地っていうのがあるんだよ。ああ、知ってます。練馬区だから。練馬区ね。そこの団地の人たちが、1000人以上の人が見たっていうんだ。すごいじゃん。ひばりが丘団地の上空に、俺が見たかったら全然違うんだ。世に言う、こう、パイプ型っていう、パイプ型じゃ、あの、葉巻型。はいはい、はい。葉巻型の、UFO らしきものがずーっと止まってて、写真は撮るわ、警官呼ぶわ、警官も見てるわけじゃん。でとにかく団地中の人がみんな出てきて見ちゃったから、1000人以上の人が葉巻型ので、俺はね、その時思ったんだよ、よく葉巻型の UFO っていうのは母船だっていう説があるじゃん。あ、ありますね。そこから細かい UFO がこう派遣になってくる。で、俺が思ったのはそうじゃないかなと。で、俺が見たのがその、まあ、派遣、はい、のちっちゃいやつかなと思ったな。それでその話を、ヤオイさんに言ったんだろう。ヤオイ11。ヤオイさんが、それは間違いなく UFO だと。UFO っていうのは、未確認飛行物体だからね。そうですね、フライング。中に宇宙人が乗ってるとは言ってないんだから。はいはいはい、はい。じゃあそれは間違いないって言ってたな。で、こう、俺が見たこう球形のボール型の UFO っていうのもいるんだって。あるんだって。で、葉巻型有名だろ。ああ、有名、ね、あとこういう総産型っていうのが、はいはい、こんな感じ。それでもね、あれ、ああいうのとは限らないんだ。未知との遭遇に出てくるから、ああいう形とは限らないんだ、 UFO っていうのは。そんなもんで俺はね、 UFO だな、間違いない。ヤオイさんはもうそこからなんか、ヤオイさんはね、ええ、あの金星人を見に行くって言ってね俺ね、ヤオイさんの仲いいんだ、実は。かつてね、誰も聞いてないんじゃないかって深夜放送、ラジオでやってたんだ。あ、そうなんですか。その時に、ヤオイさんと二人でやってたんだよね。だから毎週一回か必ず、ヤオイさんと2、3時間会ってたわけだ。はい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 。下手な彼女より待ってたわけだ。下手な彼女よりも、ね。ヤオイさんがね、俺にね、ある日ね、金蔵、ブラジルはすごいぞっていうわけ。女の子ですか。違う違う。違う。腰の振り方が、いや違う、サンバで鍛えてるから早いって。そうじゃなくて、金星人がね、来てるんだぞって、ブラジルに。はあ。それで金星人っていうのがすごいブロンドで綺麗なんだっての、女は。ほう。俺は嘘か本当か、金星人に会ってくるって言ったわけ、ブラジルまで。そうそうそう、地球の裏側。そうそうそう。それで俺はそのことを忘れて、何ヶ月後かなんかに、またヤオイさんと会ったわけだ。はいはい、ヤオイさんが、俺が聞きもしないのに、会ってきたよ、金星人にっていうわけ。はいはい、で、俺が、どこへですかって言ったら、ブラジルだよ、俺言ったら何ヶ月か前にって言うから、いや、忘れてましたね、と。で、どんなでしたって聞いたら、それはま、金蔵すごいよと。彼らのね、文明はすごいぞと。もうね、金星人って言ったらね、もうね、見た感じね、全く地球人とね、遜色ないと。それ地球人じゃないんですか。ね。全く見ただけじゃ分かんないんだと。はいはい。実にもうすごいと。はい。だから俺はね、ブラジル人みたいなんですけど、そうだってわけ。だから俺はね、ヤオイさん、それはブラジル人だよって言った。違うと。金星人だってわけ。金星人はすごいんだと。女はね、すごく金髪できれば、それは分かったと。はい。どう見えるんですかって言ったら、うん、もう、見た目がね、もう、ブラジル人と全く区別がつかないと。はい。だからね、ヤオイさんね、うん、落ち着いて僕の話を聞いてくれと。はい。あなたはブラジルに行ったんですよね、と。はい。じゃあ、そうだと。はい。そこに金星人がいたんですよね、と。はい。そうだと。はい。ブラジル人と見た目が全く区別がつかないんでしょ、と。はい。そうだと、はい。それはブラジル人なんだと。俺はそう言ったんですよ。それはゴンザレスですよと。俺そう言ったの。南米系の。南米系の。うんうん。そうそう。しまいに怒っちゃって、お前はバカだバカだって言い始めて。そこでお前の方がバカだって言い始めたんだけど、
怒って帰っちゃいました、ね。結局最後は、あの、議論にならないで、バカバカって言い合いだったんですか。そうそうそう、バカって言うのはバカだとかね。それはね、間違いなくブラジル人なんですよ。いや地球人なんですよね。あ、そうですね。で、女が、だそれはアニタだって言ったアニタ、そうそうそう。チリあたりの女ですね。そうそうそう、だから男はペドロサとか、ペドロサとかね、うん、そんなの言ったんだけどね、アンドレとかね。だから、ヤオリさんは、うん、まあ、あの人も言い出したら聞かないからね、金星人がブラジルに集結してると。そうでも、すでに地球乗っ取る計画に入ってると。ああ、悪い宇宙人なんですね、じゃあ。と思いますね。ああ、そうですか。いや、僕、UFO でこんなに盛り上がると思わなかった。まあ、UFO だからね、そんなもんだと思いますね。僕ね、子供の頃今見てんだよ、UFO。あ、そうですか、うん。UFO 食いつきますね。トイレね、昔だからね。ポットンベンジョだった、俺んち、はいはい。で、ポットンベンジョで夏にね、夏だったな。はい、こうやって、あの、俺、しゃがんでたわけだ。うん、そしたら、ポットンベンジョが、これに窓があるわけだ。はい、ちょっと高い位置にね、はい。そこ開いてたんだよ。はい、で、なんとなくこう、なんとなくね、UFO 見るときはすごいぞ、はいはい。なんかね、視線を感じるんだよ。UFO? 見られてるという。感じるよ。それで俺はなんか感じて、うん、その窓を見たわけだ。はい、したら、もう抜けるような青い空だ。で、向こうからね、はじめね、あれと思ったんだよね。はしごが浮いてると。はしご対はしご。あれがね、横になってる感じで、はしごが浮いてたんだよ。はい、でなんではしごが浮いてるのかなと思ったらね、はい、あの、35分ぐらいのね、うん、ちょっと綺麗な女がね、うん、こうやって手を振ってたんだよ。しゃがんで俺に向かって。で、俺は見られてると思って、恥ずかしいと思って、うん、早々にね、うん、まだ途中だったんだけど、うん、早々に切り上げて、うん、半分残したまんま、出ちゃったわけだよ。ところがね、俺は落ち着いてね、それからよく考えたんだよ。あれはね、うん、窓なんだな。俺が見たら、おうおう、はしごじゃなくて窓なんだ。おうおう、で、全体はね、透明だから見えないんだよ。はいはい、それで手を振ってたやつはね、金星人なんだな。何でそこの金星人で言ってんだろ。君は賢い。いや違う、君は私は岡本じゃないか。違う岡本力金工じゃないか。違う違う。うん、日本で見たってことですね。そうそうそう。で、それは確か東京のトイレですよね。そうそうそう。で、そこで女の人が手振ってたんですよね。そうそうそう。あの、それは東京の人じゃないですか。なるほどね。日本人じゃないですか。でも、キムさん。東京の宇宙人。そう。うん、はしごなんですよね。はしご。ということは、こう、なんかこういう格子状ですね。あのね、タイムマシンじゃないかっていう説もあるんだよね。タイムマシンで、だから、うん、乗ってるやつは金星人ではなくて、うん、未来人。そうそうそう、うん、地球人じゃないかっていうね。ああ、それ言われてますね、うん。東京の金星人、そうそうそう。昔東京の田舎ペトル言われたんだけどな。まあ、そんなことはどうでもいいやな。うん、UFO ずっと喋りそうなんで、うん、またこの別の機会で UFO やりましょう。UFO な。で、まあ次のね、うん、あの、やっぱりこの番組、今ですね、金藤さん、うん、はい、なんとですね、開始がですね、うん、まあ20分ぐらいで、390人来てます、うん。390人とか見てるんですよ。これ大したもんなんですよ。大したもんね。実は予約は昨日、その広告を打ってて、うん、もうこんだけですから、あれなんですけど、うん、やっぱり、金蔵さんといえば、怖い話をみんな期待してるんですね。うんうん、なるほどね。うん。ただ、どちらかというと、俺の話は本当だからな。そうなんですよ。うんうんうん、で、だいぶ僕らがやってきた、うん、怖い話いっぱいやってたじゃないですか。はいはい。その時ぐらいと、なんか世代が変わってるんですよ。なるほどな。うん。そ、うん、れで、ちょっとね、うん、まあ、ラフな感じで結構なんですけど、うんうん、一はどうしてもこの若い人にお話ししてほしい話があります、うん。あ、そう。リクエストだな。リクエスト。まあ、これ僕からの。大体僕が金蔵さんと怖い話やろうと思ったらその話から。なるほど、うん。というのでね、皆さんもですね、今、都市伝説の中で、うん、隙間女っていう話が、うん。うん、あの、時々なんか間違えてルフしてる場合があるからな。そうなんですよ。うんうん、でも、あの、都市伝説で有名な隙間女の元祖は、うんうん、皆さん実は、さくら金蔵さんなんです。まあな、うん。こんなことは業界では常識だけどな。うん。うん、で、あの、キャベツの千切りもね、うん、有名ですけれども、まあ有名だな、あの、若い人は、その、隙間女の元祖だっていうのがわからないんですよ、ね、うん。なるほどな。で、ちょっとそこの具合をですね、もう一度。ペーハーをゼロにするわけだな。そう、そういうことです。これが基本形だと。基本形というか。正しい基本形だ。うん、元祖なんですよ。そこから今度な、あ、こう、アレンジして、まあ、一歩きしちゃうから。そうそう、そういうことなんですよ。うん、それが今、都市伝説で有名な話になってるんですけども、うん、ちょっとね、
うん、まあ、まあ、あの真実を話さなくてもいいんですけど、まあまあ、あのちょっと原型だな、原型をちょっと一番正しい形、はい、基本の形だな、基本の形です、やっぱりな、あのスポーツでも基本は抑えような、あ、そうです、ね、でこれ実は本当の話ですから、うん、はい、夏だったな、あんなに怖いことはなかったな、うん、俺の家にな、一本の電話が入った。出たらな、まあ何のことはな、幼馴染なんだよ。そいつはな、誰とは言わないよ。な、杉浦隆ってやつだ。ね、実在するぞ、はい。嘘だと思ったらな、練馬区役所の土木課に電話かけてみろ。杉浦隆ってのがいるぞ。これは僕のな、幼馴染なんだ。はい、んで、杉浦君がな、ね、珍しく電話かかってきた。うん、どうしたって言ったら、今からちょっと付き合ってくんねえかってわけだ。付き合ったって別にあれだぞ。その一緒のホテル行こうとかそういう話じゃないよ。男同士だからな。まあ、男同士でもいいけどな。いや、おいしい。おいしい。まあ、俺は気持ちよければ何でもいいんだ。はい。あの、まあ、バイセクシャルって言わない。もういいですよ。それはいいな。うんうん、で、なんだって言ったら、まあ、同じな、あの、役所だよ。どこだよ。練馬区役所の土木課だ。うんうん、そこの同僚がね、来ないって言うんだ、役所に。大問題だろ。公務員、公務員がな、無断で欠勤して、で、給料だけもらわれて。そうだ、うん、なんか共産党だったら問題するぞ。俺はしないけどな。それで、それでな、あの、要は、その、上司が心配してたな。はい、杉浦君、君ちょっと、あいつのところのアパート様子見てくれないかと、来てくれないかと。はい、家近いだろうと。うん、まあ言われたわけだ、はい。で、じゃあ電話はしなかったのかと。まあ同僚とか上司はね、電話してるんだ。はい、無断欠勤が長いから、はい。ところがね、言ってることがおかしいって言うんだな。別に薬物じゃないぞ。女が寂しがるからよ。俺はどこにも出れねえんだよ。って言うんだって。まあちょっと言ってることおかしいな。あ、おかしい。うんうん、だから、君が行ってみてきてくれと。はい。言われたんだけど、さすがに君が悪いから、金蔵お前も一緒にいてくれと、いうことなんだな。はいはい。で、行きましたよ。それはいつ頃なんですか、年代的に。もう、芸能界入られてる。まあ、まあ、入ってたな。ああ。入ってた、入ってた。それで、行ったらば、まあ、どことは言わないよ。うん。世田谷区だよ。の、まあ、どことは言わない。はい、世田谷区船橋三丁目。それで、あの、名前なんか言わないよ。大ちゃけものぞって言うんだ。あのね、みんなね、このおじさんはですね、あえてこのおじさんって言いますけど、あの、もうやってるからね。ずっと僕に、いや、あれは多分、確かに中野かなーって言ってぼかしてたんですよ。今日ははっきり言われて、世田谷区船橋三丁目だ。もう、何層でしたっけ、第一明け物層。第一明け物層。第一と第二があるから間違えるんですよ。第一明け物層のものでしょ。そこのね、どことは言わないよ。302号室だ。そこ行きました。はい、はい。普通のね、木造モルタル2階建てたかな。はい。まあ、家賃そうだな。5万5千円ぐらいのとこかな。ああ、で、コンコンコンって叩いてたな、はい、杉浦君が、うん。おいおいって呼んでるわけだよ。はい、ね。呼んでるわけだよ。な。コンコンコンって呼んでるわけだよ。はい、武藤と呼んでるわけだよ。な。名前かかそしたらさ、うん、返事が来ないわけだよ。はい。はい、コンコンコンって、ね、はい、名前出さないよ。うん、武藤、俺が杉浦だって言ってるわけだ。ね、はい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 。俺、いねえのかなつって、うん、ガチャってやったらね、うん、鍵がかかってないんだよ。開いてんだよ。キーって、なんだ開いてんじゃねえか、はいはい。開けたらね、まあよくあるよな、もうすぐそこがちっちゃな玄関で、うんうんうん、で、いきなりここはなんていうかな、台所だな。うん、普通の、普通のアパートですね。普通の台所だとこう流しがあって、うんうんうん、食器棚ここにあって、うん、その先に、6畳と3畳のこう、うん、部屋がこう、二間になってるからな、はいはいはい。
ピーッと開けたらさ、いるんだよ、本人が。それもな、奇妙な光景だったな。夏だって言ったろ、うん、それなのに、雨戸を全部閉め切って、電気は真っ暗だ。はい、で、カーテンまで閉めて、うん、そいつは、こたつを出してたな。ほう、こたつに入って、な、入り口の方を見てるわけだ。はい、だからいきなりそいつと目と目があったわけだ。うん、おいたんだと思って、返事ぐらいしろよと。お前ね、なんでね、役所来ねえんだよと。みんな心配してるぞって。だから俺な言われてね、嫌だけど見に来たんだと。そしたらね、女が寂しがるからよーって言うわけだよ。で、まあ、それだけの部屋だからね、見たら、そいつしかいないの分かるわけだ。で、俺もちょっとだけ怖かったけど、何言ってんだお前って。お前しかいないじゃないかって言ったの。そしたら、いるじゃねえかよって言うから、どこにって言ったら、ほら、そこにって言うわけよ。俺は刺してるわけじゃない、うん、俺は女じゃないから。うん、ほら、分かってますよ。分かってますよ。俺のこの辺をこの辺を指してるわけだ、うん。で、ここは、もう、食器棚しかねえんだよ。ほうほう、そうですね。まあまあ、一席には多分そうです、ね。食器棚しかなくて、俺は食器棚のこの側面を見てるわけだな。うん、で、その隣は流しで、うん、ここはもう壁なんだよ。はい、ここを指さしてるわけだよ。そこにいるじゃねえかって。うん、ええー、と思って、いないよって言いながら、ここ見ていないんだよな。いるじゃねえかって言うから、ええー、と思って、壁と食器棚の背中の部分とか、うん、このぐらい、そうだな、もう本当に何ミリだな。そう、まあそんなもんでしょうね。ここがほらあるだろ。ああ、まあ見るでしょう。これぐらいですね。本当に、うん、爪が入るかどうかぐらいの。うん、だから、なんとなくね、そこをね、こう見てみたんだよ。だから外からの街灯の電気で少し見えるんだな。うん、で、見たら、あ、俺最初ね、ポスターが貼ったんだかと思ったんだよ。髪の長いね、赤い服を着たね、女がね、この、こういう感じでいるわけ、いたわけ。だから、あ、ポスターが貼ってあるんだと思ったけど、ただおかしいなと思った。ポスターってのはさ、見えるところに貼るもんだよ。なんで初期棚のね、裏にね、ポスターなんか貼ってんだろうなと思った瞬間だよ。隣にいたスイードマン見たんだよ。3D の映像みたいに、そいつが、ぐーっとこっちを見たんだよ。で、うわーっつったっきり、もう、二人で、100メートルぐらいバーッと走ってて、うん、それで、止まって、見た、つった、見た、見た。あれなんてわかんない。わかんないか、両方でわかんないか、うん。ぐーって、おかしいだろ、普通に。おかしい。ポスターにしたってな、こういうふうに動いてこっち見たんだよ。それでもう走ってとにかく帰っちゃって、うん、その辺はもう解散に近いろうっつって、うん、それで、まあ、何日か経って、杉浦君と電話して、うん、どうなったっつって言ったら、全然やっぱり、あのまま役所出てこないと。うん、で、どうすんのって言ったら、知らないってわけあんなやつ。そうそうっていうのが基本形なんだよ。それ何回聞いても怖いですね。この話をね、うん、まあ、あんた知ってるかな、斉藤さんっていう女性の霊能者。青森。かまなかな、うん、ちょっと痩せ方の狐顔の女。なんかなんとなくわかります。その人に話したらね、うん、いるんだって、やっぱり隙間とかに。隙間にいるんですかね。そうそうそう。意表をついたところにいるんだよ。俺の友達なんかね、押し入れの上の段と下の段でしょ。はい、押し入れ、どうも嫌な感じがするかね、開けたらね、押し入れの下の段のところに、うん、開けたらこんな低いところだよ、はい。上半身から上だけの女の子がいたんだって。やめていたんだって。で、すぐピンと来て、うん、そいつの時計屋だからね、うん、下の押し入れの上の方開けたら、やっぱり腰から下があったんだって。つまり、こう突き抜けてるんだ。突き抜けてんだ。そういうのってさ、そういうのってさ、想像を絶するだろ。絶する、それはない。彼らはね、やっぱまともじゃないから、うん、あの、我々まともな人間にはね、理解できない、うん、幽霊の行動だけは。はあ、いや、まあ本当に、いや、これが実は、その都市伝説、ね、ペーハー、これがペーハーなんで、うん、こっちでもなくこっちでも、これが基本形なんだ、基本形、基本的にでも、そこからみんなが
いろいろ変えたりとかね。そう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 、だからよくな、家具のな、あの後ろとかさ、はい、壁との間のこのぐらいの隙間があるじゃない。はい、ああいうところを時々覗いた方がいいぞって話なんだよね。それからそのアパートね、今でもあるんだよ。え、嘘。ありますよ。どこでしたっけ。世田谷だな。世田谷ですね。うんうん、そうですね。あの、そこから先は行っちゃった。そうそうそう。今でもあるんだな。いや、でも今でもあるっていうのはずっと言われてますよね。うん、そうそうそう。なんか散歩の時に見たとか。偶然あったんだな。そうそうそう、恐ろしい話だな。いやー、でも普通に住んでらっしゃる人もいる。うんうんうん、誰とは言わないけどね、はいはい、中尾明さんって言うだろう、シノが、そうそうそう、シノの旦那のほうだな、シノの旦那のほう、はい、彼がな、うん、とあるホテルに泊まった時の話だ、はいはい、ふっと目を覚ましたらな、うん、まあ、目線の先にこう出入り口があるわけで、ドアがな、そこの横に黒い何か置いてあるんだな、はい、そんなものは自分の荷物ではないんだよ、うん、なのに置いてあるんだな、ゴルフバッグかなと思ったんだって。はい、たたずまいはそういう形だよ、はい。ゴルフバッグのような黒いものをね。そ、うん、したらそれが、バタンとこちらに倒れた。はい、で、ガサ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 言っても、うん、ゴルフバッグではない、はい。あのね、言ってみればね、黒いね、ゴミ袋みたいなものに見えたんだって、それが、はいはいはい。それがガサガサと、ダンと倒れてガサガサガサって、うんうん。それがね、こっちに芋虫みたいな、こっちにゆっくり来るんだって。うん、それで、そのうち、ベッドの方まで来て、ベッドの下に入っていったんだって、うん、で下からドン、ドンってつくんだって、うん、もう寝てられないじゃない。もう寝てられない。うわ、飛び起きて、もうとにかく恐ろしいから、うん、まずはこの部屋から出なきゃいけないと、うん、言うんで、出たはいいけど、うん、出たはいいけど、部屋着だし、うん、下裸足だし、うん、廊下にいたらおかしいだろ。はい、だから、おかしい、こんなことしたらおかしいなと思いながらも、部屋着と下裸足のまんまスリッパも履かずに、うん、思い切ってなんていうのかな、このフロントまで行っちゃったんだって、はいはいはい、そしたらフロントの人がどうしましたって言うから、言っても信じてもらえないと思いながら、うんうん、部屋を変えてくれと、はい、それでまあ一部始終話したんだって、うん、そしたらね、フロントの従業員がこうやって指さすんだって、はい、で見たらフロントだからこうロビーになってるわけだよ、はい、そこにちょっとしたこうテーブルとこうソファーみたいなのがずらーっとこうあるわけだな、うん、そこにね、いろんな人が座ってんだと、こうやって、はい、こうやって指さしてね、うん、つまりあの人たちもそうだってことを言ってるわけだ、はあ、はいはい、と思って、うん、だから自分はまあ部屋の番号分かってるでしょ、うん、それで私は何丸何号ですけども、うんうん、例えば何号室ですかとか言ったら、まあ、そういう状況で同じ思いをした人でしたから、うん、私は何号って言ったけど、うん、別に隣でも何でもないんだ。ただ、後で気がついたんだけど、縦なんだな。つまり、401号だとすると、やっぱ同じような目にあった人は301号だったり、201号。つまり、その幽霊は縦に移動してるわけだという。へぇ、そうやって考えると、さっきこう、ほら。突き抜けて例えば少女のお化け、あれもそうだろ、縦だろ、横には移動しないんだな、縦なんだ、縦なんだ、うん、ちょうどお気づきになったかどうか分かんないですけど、後ろでちっちゃい女の子が聞くと思うんですけど、なるほど、うん、来ちゃったかな、来ちゃったかもしれないですね、うんうん、そういうことはよくあるの、驚かないぞ、ああ、そうですね、うん、それはしょっちゅうこういうのがある、うんうん、いやでもそういうね、金蔵さんの、うん、怖い話、うん、多分みんな待ってると思うんですよ。なるほどな。うん、今日なんていうのはね、うん、どちらかというとウォーミングアップ的にずっとやってるのやってますけども、うんうんうん、いずれね、うん、トークライブじゃないですけど、そうだね、怖いのをね、うんうん、やらなきゃいけない、うん、だってもう500人ですよ。そうか、うん、ね、怖い話やるかもようでこれですから、うんうん、そうだな、どっかのタイミングでね、うん、考えたいと思うんですけれども、うん、その前に、うん、来週、うん、もうあと1週間だな、あと1週間ですね、うん、9月の13日金曜日、うん、19時なんですけれども、うん、浅草東洋館で、うん、こう笑える会話、うん、っていうのをですね、開催いたします、うん、ちなみにですね、うん、チケット売れてます、そうか、はい、チケット売れてます、
ただですね、まだあの当日券が、ございますので、うん、ぜひ、来ていただきたいというのと、うん、今ここでですね、当日券の予約してくれた方はですね、うん、なんか、グッズでもあげようかな。はい、いいね。特別に、うんうん。うん。というような形でですね、うん、売れてんなら宣伝しないように。こういうね、うん、こう意地悪なこと言う人いるんですよ。いや、でも的を得てるぞ。岡本くんじゃないかな、多分。いや、ほっとけばいいじゃないですか。こういう一言が僕どう思うね。いいじゃないですか。いや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 。どんどんちょうだい。どんどんちょうだい。どんどんちょうだいって言って。どんどんちょうだい。うん。という形でですね、うん、ぜひですね、今予約しますと、うん、言って、名前とですね、うん、置いといてくれば取り置きさせて、売れてないのがバレたら、じゃあやめましょうか。特典とかその。いやいや、そんなことはない。ないですか、うん、ないですか、ですね。何でもあげるよ。何でもあげるよという、形があります。もしよかったら俺のチンポを触らせてやる。どうだこんな得点ないだろう。半分動かないです。あ、そうか。半分動かない。いい質問だね。はい。半身麻痺の人のチンポは半分麻痺するかってことでしょ、ええ、そうです。いい質問だね。そう僕はね、お医者さんからね、君は左半身麻痺になるよって言われたその晩ね、そーっとチンポを右に寄せたんだよ。そういうことはね、あり得るよ。どうでしたか。いや、やっぱりね、おっしゃるとね、うん、左半分の方が感度が鈍いな。え匂いぐらいで済んでるんですか。まあ、あと、勃起したときに、やっぱりこう曲がっちゃうな。要するにこう、左曲がりだな。要するに、左の方が麻痺してて、右の方が元気だから、引っ張られて、こう、ね。うん、左曲がりのダンディみたいになっちゃう。左曲がり。あ、玉はって書かれてましたけど。玉ね、いい質問だね。いい質問だね。うん、玉も、でも、タマンが麻痺してるかどうかってどうやって自覚するかだな。やっぱりその刺激されたら、おっとってなるかどうかなんですか。タマを吸ってもらったりとか。うん、まあ、しぼって。とはですね、本来ね、うん、こう、笑える介護の話って言ってますけれども、うん、まあ、こういうののオンパレードで、うん、まだネットでもおとなしきぐらいじゃないですか。うん、ライブでですね。俺の友達がな、はいはいはい、その、こう、金で、うん、まあ、援助交際っていうか、金でこう、なんていうかな、女性とね、女と付き合って、ね、お友達になりました。女もそういうプロなんだよ、はいはい。それで、女に、こう、口で奉仕させながらだな、はいはいはい、俺の友達聞いたけど、よし、もっとちゃんとやったらね、うん、なんか今度また買ってやると。あ、はい、なんかね、だからちゃんとやると、はい。で、お前はこの間靴買ってやったけど、うん、お前は今度何が欲しいんだ、さハンドバッグって言ったハンドバッグって言ったっていう俺はね、田川君に受けてもらえばそれでいいんだ。いや、ちょっと向こうの人はともかくな、レベルが高いからの俺の話はな、ハンドバッグ、ハンドバッグ、ハンドバッグって言っちゃったんだな。ハンドバッグ、ハンドバッグってなんだって。もう一回押しとくか。何が欲しいんだ、ハンドバッグ。まあいいだよ、こんなところでね。いや、まあ、ですね、うん、一応、要介護いくつでしたっけ。要介護3。要介護3です、この人は。身体障害者だからな。今、なんですかね、日本で一番面白い身体障害者という。俺が落語やるとな、心象落語って言われる。やべえ。心象落語。いや、もう本当にね。名人ですよ。名人。毎回下ネタ言うなって。あ、そんな言ってませんよね。はい、すいません。たまにしか言いません。はい、俺たち、だって幽霊でも下ネタやりますもんね、僕たち。うん、あ、そう、うん。という形でですね、うん、これをね、今予約していただいた方は取り置きしておきます。うん、で、当日なんですけれども、うん、前売り券と同じ金額で、はい、やらさせていただきますので、うん、あとですね、うん、さっき言った怖い話の、うん、DVD がお土産についてくる。ああ、それはいいな。うん、漏れなくついてきます、うん、という形ですので。ただ怖いぞ。うん、怖いですね。うんうん、で、アドレスを送っていただきたいなと、うん、思っております。一回さ、田川さんのところにさ、はいはい、苦情が来たの知ってる？何ですか？さくら金蔵の DVD を、うちの娘が一人で見てたら、うんうん、
なんかおかしくなっちゃったと。はい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 、はい。で病院行かなきゃいけないかもしれないと。はい。責任取れと言われたら知ってる？知らないっすね。どの辺ですか？山本のところへ。プロデューサーの山本のところへ。あ、そうですか。どうしてくれるんだと。いや、いや、どうすることもできないですよね。って言ってた、山本もそう言ってた。俺じゃないぞ、プロデューサーの山本だぞ。結構ネットじゃあんまり人気ないんですよ、あの人。あ、そう。うん、ちょっと待ってね。でもね、本当にね、娘の具合悪くなっちゃったって言ってた。はいはい、まあそうですか。うん、でですね、あの、こちらの方にあのメールで送っていただきますでしょうか。うん、今のところね、うん、あのこういう形でやっていけば、統一県取り置きということで、やらさせてもらいますので、はい、あのぜひお願いしたいと、うん。まあ、あの場合によっちゃね、キリンさんの体調次第ですけれども、うん、まあ、あのキリン撮影とかね、いいよ。やって予約してくれたらですね。キリン撮影ぐらい何でもないですよ。うん、あの、うん、やりますし、うん、多分伝説のライブになる勢いがありますので、うん、ぜひ見ていただきたい。そうだな。ちなみに、日にちが9月13日。そうそうそう。浅草東洋館。そうそう。で、あの、帰りにね、うん、たまに浅草冷やかしてね、ね、美味しいものもいっぱいあるから、浅草、ね。いや、ほんと、この前行ったんですけど、うん、安くて美味しいです、浅草。そうだよ。うん、浅草今ブームだからな。なんかあの、スカイツリーがちょっと、うん、うっとしいんですけれども。今ね、浅草のランチが熱いんだよな。熱いんですか。うん。うまい、安いだよ。大変だよ。なるほどね。うん、あの、非常に観光的にもいいんで。うん、今、ネッシーの写真がな、話題になってるな。ネッシーの写真。また上がったんですよ。なんか変なの。そうそうそう。うん。俺はネスコに行ってきたからな。え？ネスコって辺鄙のとこにあるんだよ。アイルランドなんだ。何しに行ったんだよ。要はネスコに行きたくて。え？テレビ撮ったんだよ。うん。あの、ロンドンに最初行ったんだよな。はいはいはい。で、ヒースロー空港から乗り換えてだな。ああ、そうですね、うん。で、アイルランドに行って、またネスコがな、不便なとこにあるんだよ。うん、でもね、ネスコ見たらね、みんな思うよ。ネッシーはいるって。そういう体なんだよ。なんかもう暗いらしいですね。なんかすごい。うん、それであの、古いお城があってだな、ええ。そこにあの、どっかのお妃様が、うん、お姫様が、監禁状態になってな。そこで死んじゃったんだよな。ああ、そうですか、うん。だからね、心霊スポットとしてもね、あの通用するような嫌、うん、なとこだな。ヒバゴンとかはどうですか？ヒバゴンって広島で？広島ですけど。うん、俺は広島出身で、あれはね、広島の地元のおばあちゃんだと思う。おばあちゃんがよく暑いとな、上半身裸でな、あの畑仕事したりするんだよ。言われてみればそうかもしれない。目を細めてよく見てみな。ヒバゴンに見えるよ。言われてみればそうかもしれない。うんうん、ああ、そうですね。うん、でも、あの、金蔵さんのおばあちゃん、うん、おばあ様は、ひばごじゃなくて。俺はひばごの、あの、孫か。いやいや、あの、土の子ご覧になったって聞いた。うんうん。土の子っていうのはね、うん、あの、芝蛇って呼ぶんだよな。地元の人は。こう、芝みたいに短くなってる草のところゴロゴロ転がるらしいんだよな。うん、飛ぶっていう、ピューンって。こっちに向かって飛んでくるって。あ、そうですか。うん。だから、いるんだな、そういうのもな。でも、ひばごはおばあちゃん。だと思うな。でも、ネッシーって言ってみたいんですよ。あ、ネスコって言ってみたいんですけどね、本当に。遠いよ。遠い。うん。でも観光名所になってるんですか？なってるよ。やっぱり。うん。あ、そうですか。いや、もう、とにかくですね。うん、まあ、こういうね、あの、今回はまあ、あの、お笑いばっかりですけど、うん、その、いずれね、うん、あの、オカルトの、うん、生ライブをぜひやってみたいというふうに思ってる、うん。いつでもいいよ。いつでもいいですか？あ、そうですか。でもですね、金蔵さん、なんとですね、700人です。来場者数。うちの子はどこまでしたんだよじゃないかって。違うよ。違いますか？違うよ。なんか来たね、ババアが来たなとかいう話ですけどね。でもあの、うん、ヘビってね、はい、よくあの、自分の体よりも大きなもの飲んじゃったりするじゃないですか。あ、そうですね。それであの、苦しんで、木に巻きつけてね、うんうん、で、こう、消化したりとかするじゃない、うん。だからね、あの、こう、ネズミとか、そういう小動物を飲んで、腹が異常に膨れた状態の、ヘビのことを土の子って言ってんじゃないかっていう説もある、ね。ああ、そうですね、うん。うん。あとはなんか、あの、危険なんじゃないかっていう。俺が？いや、そんな俺は危険じゃないよ。俺は身体障害者だから。いや、そんなこと。僕が言ったみたいじゃないですか、これ。そうか。うん、で、あと、うん、オカルトといえばですね、うん、予言をするんですよ、最近。
予言な。なんとね、9月の5日から8日ぐらいまでです、なんか地震。そんなに期間限定にしちゃっていいのか。うん、なんかそのぐらい期間限定にして。今年12とか言わなくていいのか。まあ、10月っていう人もいるんですけれども、結構8日まで危ないらしいんですよ。ただな、今日なんかでも、あの珍しいんだけど、こう、まあ、これも俺のガラケーだけど、一斉にこう電池が来なくなるんだけどな。そうそう、すごいんですよ。今日なんかみんな一斉に充電してたな。ああ、なんか。で、なんかあんのかな。あの、金田さんのお家で、なんか最近花火みたいな音しませんか。ヒューパンとか、そう、するよ。ヒューパンってやつでしょ、そうです、そうです。そうそう、するよ。ロケット花火みたいなね。あれって誰かあげてるわけないじゃないですか。まあ、暴走族とか。いや、金蔵さんのご自宅でね、あげるところなんかないじゃないですか。まあ、俺が暴走族だからな。あれも、あれいうのを聞こえて、竜巻来る。竜巻な。あれもな、竜巻にご注意くださいなんて言うけど、どうやって注意していいかわかんないもんな。もう来られたらどうしようもないですよね。あの、それでですね、僕は何をやりたいかと思いますね。当たったら美味しいんですよ。何が？予言が。で、なんかこう、もう今ね、700人超えてますから、金蔵さん自身が、なんか予言してみたらどうかなって。当たるか当たらないかわかんないですけども。なんだか直感で。直感で？結構当たるじゃないですか。要介護3から4になるんじゃないかな。具合が悪くなっちゃうんじゃないかな、俺。それ予言でも何でもないか。ちょっと予言でもない。結構、いや、長いお付き合いですけども、あれはああなるよとか、これはこうなるよって言ったら、ほぼ当たりますよね。そうだな。これは事実なんですよ。本当に皆さん。あの、だから我慢しなーみたいなのがあるじゃないですか。だから、なんか地震とかね、あと原発とかどうなるかっていう、予言をね、まあ、どうせ外れても、あの、なんか金蔵さん的には、妖怪がさんですからって。逃げるというような。やっぱりシリアが戦争になるんじゃないかな。あ、これはどうですか、実際のところ、キルトさん。シリア。戦争になるんじゃないかな。それで、あの辺やばいだろ、イスラエルも近いしな。まあ、プーチンがやったらやり返すよ、みたいなことになってるじゃないですか。プーチン？サウジアラビアやるよ、みたいな。あ、そう。シリアになったら。あ、そう。そうなんだよな、結局さ、大国の代理戦争になってんだよな、歴史を見たら。まあ、そうかもしれませんね。大体ね、大体ね、アメリカが良くないよ。あの、この間もね、オバマ酔っ払ってんのかなと思ったけどね、あの、シリアがね、その、自分の国民に対して、化学兵器を使うのはね、世界のリーダーとして、看過できない。つまり見過ごすわけにいかない。本気かと思ったね。いや、見過ごすことはできない。それはいいよ。その前だよ。世界のリーダーとしてって。自分でそう思ってんだ、あいつな。バカだな、あいつな。オバマってバカだな、初めて分かったよ。ああ、そうです。あのね、そういう勘違いは良くないんだな。結局、軍事力がナンバーワンですよ。はいはい。ね。喧嘩が強いっていうのは認めるよ。だけど、世界のリーダーって誰が言ったんだ、ね。そうですね、言われてみれば。ああいうね、勘違いがね、戦争に行くんだな。じゃあ、やっぱりシリア始まっちゃいますかね、これは。大体傲慢だよ、アメリカは。まあ、昔からですけどね。傲兵なんだよ。あね。バラク・オバカって書かれてる。それで、ノーベル平和賞もらってるっていうのがな、ほとんどびっくりだろ。そうです。なぜ戦争を選ぶかね、アメリカはね。日本だよ、リーダーは。偉い。偉い。しかも、日本の右翼だよ、リーダーは。限定してくれ。話題変えていいですか。話題変えるのか。話題変えていいですか。右翼頑張れ。俺は応援してるぞ。俺たちがリーダーになれ。ネオナチって出る前にリーグもやめるからね、これは。あ、そうですか。じゃあもうあれ先生。今ね、このぐらいの時代になったらね、リベラルなんていうのが一番信用できないな。やっぱりね、もう右翼でいいです。はい、ありがとうございます。右翼で頑張りたいと。じゃあもうシリアは戦争が起きる。そう、日本にはね、右翼と左翼しかいらない。リベラルとかね、中途半端なやつはいらない。俺の右か左、男は、ね、はっきりしなくなる。右か左か。おりん。いや、右翼でいいです。おりん。はい。オリンピックはどこになりますかね。オリンピックな、はい、本当に東京でやりだと思ってんのかね。
いや僕はですね、うん、トライアスロンどこでやるんだろう。俺思うんだけどさ、どっかの政治家がね、いやオリンピックをね、今の日本の子供たちにね、生で見せてやりたいって言ったんでね、はいはいはい、生では見れないだろ、どこで生で見るんだよ、テレビで見るんだみんな。ああそうですね、そうです。ああいうこと考えてるバカだなと思ったな。ああ、うん、なるほど。生では見れないだろう、どこ行って見るんだよ、うん、競技場行って見るの大変だよ。チケット取れないですよ。俺のライブチケットのよりも取れないぞ。いやいや、今ならのオリンピックのライブ取れません。今なら取れるのかな、うん、今なら取れます、うんうん、オリンピックもオカルト的に、オカルトオリンピックやればいいんだな。あ、まあ近いものがあるな、パラリンピックとか。パラリンピックは全然近くないでしょ。そうか。でも場合によっちゃうですよ、うん、俺が出ろって感じ。いや違う、まあ、何で出ます。資格あるぞ。あ、資格ありますよね、うん、何で岡山さんだからな、パラリンピックだな。何で出ましょうか。何で出るかな、うん、結構みんなガチですよな。100メートルめっちゃ速いですよ。健常者なんかでもすごいもんな。うわすごいですよ、水泳、うん、なんか速いですよ。そう、どこがパラリンピックだと思うよな。いや、もう、うん、もうすごいことになってますから、うんうんうん、ああそうですか。で、オリンピックはそれは新しいな。でもな、さくら金蔵パラリンピックに出ろ、これは新しい視点で練習とね、うん、あれですけど、陸上行きますか。でも俺左半身麻痺だからな、うん、右半身だけでできる競技なんかあんのか。テニス、フェンシングとかね。フェンシングってかね、うん、あ、いいじゃないですか。あとゴルフもありますよ。ゴルフな、うん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 、ゴルフとか、うん、あとボウリングとかも。ボウリングな、うん、でも、みんな言いましたけど、うん、パラリンと思うぐらいすごい球ないと。そうだよな、みんな。本当に、うん、日本パラリンピック強いんだよな。強いですよ、うんうん、非常に強い。そういうのは、ね、いい国だなと思うな。あ、そうですね、やっぱり障害者の、ね、そういうな、うん、夢と希望を与えるわけだな。まあ、でもこれから金蔵さんも夢と希望を与えるためにこういうことをやるわけです、うん、なるほどな、うん、ね、うん、2つの顔を、そうそうそう、非常にみんなに勇気を与える反面、うん、そんなわけでな、金星人ではなくてブラジル人だと思ってブラジル人はいいですね、そういうことな、うん、じゃあ、 予言としてですね、うん、オリンピックどこになりますか、ね、オリンピックは東京じゃないな。あ、結構有感不明みたいなこと言いますね、うん、東京じゃないよ。だってもう周りはもう東京決定みたいな、来ましたね、うん、マドリッドだな。地域限定だな。マドリード、うん、マドリードマドリッド、マドリッド、うん、結構大穴ですよそれ。エスパニョーラだな。エスパニョーラ、うんうん、そうか、シエンセラだけにジョーナスだな。ああ、ちょっとなんか発音がそれらしいからすごいような気がする。マドリード、マドリッドだな。いや僕もマドリードがいいと思ってますよ実は、うんうんうん、ちょっと日本は無理でしょ、うん、日本はな、うん、やっぱり放射能だな。あ、冒頭に言ったような、残念だけどそれありますよね、うん、大丈夫だ大丈夫だってもう安倍さんが言ってるだけだから、うん、外人は本当にビビってるからな。あ、そりゃそうですよ。だから、うん、東京電力のやつが大丈夫ですって言って汚染水を飲まなきゃダメだって言ってるんだろ。かいわれくぶったことする。そう、もうガブガブ飲まないと。大ジョッキで氷入れてな、カーッとでプハーットーン、泡パーッとな。でその前にこうちゃんと測ってない、いくつって測って、で一気飲みで一気飲み、1800cc で、そうそう、ガブガブ一気飲みだよ。生放送でね、そうそうそう、ドワンゴさんあたりがやってもらってれば、 そうその企画を、そうカーンみたいな。東京電力も社員一度みんなこう腕をこう組んでな。あ、こういう感じで、そう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 、ガーッとミーフはね、そうそうそう、お互いの時につけて、ちなみにフライドポテトだな。汚染水だから、汚染水できたらフライドポテトだもん。いや、これ、うん、東京電力の人に、枝豆もいいね。いや、枝豆もいい。東京電力にね、地名とかね、うん、なんかいろいろ言う人がいましたが、ね、そういうことは言っちゃダメ。言っちゃダメ。乾杯をしろと。そう、テレビ、カメラの前でな、ね、それをな、あそこでやってるから、その IOC の。あ、最後のプレゼンテーションとか、ね、お、それはもう決まりますよ。汚染水大丈夫でガー飲むから、おうおうおう、それは決まるよ。大丈夫です、そうそうそう、おう、大丈夫ですって。それは確かにみんなもうそうしょうがないと思います。そうそうそう、おう、で頭からかけですとかね、おう、うわーっとそうそうそう。汚染水部を
もう使っちゃって、うん、頭まで潜っちゃって、でテーピングのけちゃったここに、でババンババンババン、歯だけは歯だけじゃない、歯の心配でね、お先生飲んだから歯磨きじゃねえんだ。宿題やったからって、もうお先生飲んじゃったから宿題の話だし、宿題の心配してんじゃねえかな。暴走が始まりましたんで、今日はね、これで終わりでございます。ぜひですね、皆さん、こういう話をするってことですね。この9月13日、ぜひですね、皆さん見ていただく、見に来ていただければ、そうだな、いうふうに思っています。でもう今日はね、キムヨさん、ちょっとインタビューで、ね、お疲れだったと思いますけど、近々読売新聞でね。読売新聞ですよ。すごいだろ、読売新聞出ますからね、待ってろよっと。なべつね待ってろよ。そういうこと言ってなべつね。あ、もういいか。ということでですね、皆さん、これ3回目でしたね。金蔵さんとのトーク、ついに。そうそう。3回目やりました。皆さん、今日はどうか。一番最初に原発が言ったらなべつねだった。あ、もう言っちゃうの。それでは皆さん。